はい、あらちです。今日も一日脳のレビターとしてワクワクだらけでいきましょう。銀行の貸金庫のお金が消えた第7弾大発表があります。大発表があります。今日その例のずっと俺と交渉している銀行のお偉いさんから電話がかかってきて、足立さん大至急、恐縮ですけども大至急お会いしたいですって言われて、今ちょうど会って帰ってきたんだけど、発表します。1000万銀行の行員が盗んでいました。俺の貸金庫から消えた1000万銀行の行員が盗んでいました。びっくりでしょう、びっくりでしょう。調査した結果、行員が盗んでたんだって。どうやって盗んだんですか。だってこんだけでいろいろ話をしてさ、絶対ありえない、鍵を開けた形跡もない、3つ目の鍵はない、貸金庫を開けられるはずがないって、あれだけあれだけ説明していて、結論銀行員が盗んでたんだよね。え、話なんだ。そしてもちろん足立さん本当にすみませんでした、あの1000万円お返ししますんでって話で、なんか契約書みたいなのがなんかひな形が出てきて、銀行員が盗んでた、銀行員が盗んでた。そして多分この動画はもしかしたらお蔵入りになるかもしれないというのは、あー、あとさ、俺ちょっと言ったんだけど、あの、私さんすいませんでしたと、向こうはね、うちの行員が盗んでましたと、あのもうあの特定できてますんで、本人もゲロってますんでみたいな話で、で、あのもちろん1000万円はお返ししますって言うんだけど、いや、ちょっとまあそこでさ、でもそれあなたもそこでそう言いたくなるでしょ。いや、それ1000万戻ってくるのはありがたいですよ。で、戻ってくるのはありがたいって言うと、俺のお金だからね、もともとね。で、こんだけ何ヶ月にもわたって俺に辛労を与えて不安にさせて、何度も銀行に足を運ばさせて、欲張り、1000万円戻ってくるだけでありがたいと思え。いや、そんなことないね、ちょっと言ったっていいよね。そこで俺もさ、なんか恐喝とか言われて困るからさ、的なこともちょっと思うんですけどねみたいなさ。そしたら先方もごもっともですみたいな感じでさ。でもな、最終的にな、もちろん1000万円プラスもうちょっとのお金をもし仮にいただくとしても、全部っていう契約になったらこの動画は世に出ないんだよね。まあそれはそれでいいや。でも俺は本当は本にしたいんだよね。今からちょっと出版社に電話して、出版社の友達の編集者2、3に電話して、こういう話なんだけど本にしないって話もしようと思って、転んでもただじゃ起きない男よ俺。出版社に話しようと思って。いや、もちろんその最終的に銀行との合意が取れなきゃ本は出ないけどね。あるんだね、そんな話ね。そして銀行員のお偉いさんにさ、俺そのこれはもう余談だけれども、偉いですねと、俺がこんなこと言うのも偉いですね、銀行ってって。だってさ、変な話さ、内部で犯人が見つかったってさ、なかった黙っときゃ分かんねえんだからさ、だって足立だって盗まれたって証明できねえんだから、黙ってりゃ分かんねえんだから、そのうち 2,3 年経ちゃあいつも忘れるから黙っとけっていう選択肢だってまああるわけじゃん。それをちゃんと見つかりました、うちに犯人がいました、1000万円お返ししますって、銀行偉いですねって話をしたんで、ぶっちゃけ。そしたらまあ銀行の人もそうなんですよね、まあ変な話ね、50年前とかだったらそんな選択肢もあったかもしれませんけれども、今このご時世そんな選択肢はないんですよみたいな話でさ、やっぱちゃんとした会社のちゃんとした絵したら偉いなと思ってね。まあこの動画公開して、超公開して、ちょっとこれから弁護士と出版社と相談したいと思います。とにかく祝1000万出てきた。そして止まってないか、大丈夫か。
なんで今支部1000万出てきたら止まったんだろう。まあいいや、でも銀行の人によくよく、まあ言ってみりゃさ、記憶がおかしくなった老人のたわごとだって済んだわけじゃん、この話。よく付き合ってくれましたねって言ったら、とにかく何を聞いても足立さんの言ってることに破綻がなかったっていうのよ。だって本当本当になくなってんだから。だから俺どんな角度から何を聞かれてもありのまんま答えるだけだから、破綻してないのよ俺の言ってることが。それがちゃんと調査しようってきっかけになったって。よくね、俺みたいに、俺みたいじゃねえや、俺とは違って入ってたもん、弾んだもんがなくなってんぞ、お前のせいだって言ってくる人はたまにいるんだけど、そういう人にはどうですか、何月何日どうですか、何とかかんとかどうですかって、もう根掘り葉掘り聞くんだよ。根掘り葉掘り聞くと必ず嘘ついてる人はロジックが破綻するんだって、どっかで。大したもんだね、敵もさるものだね。うん、まあそのことでした。この後また運よくこの動画が公開されたらご期待ください。私でした。